り放題企画とかでさ、ついに大阪、関西を出たやんか。あ、東京の方行って、はい、たまたま本当に看板見つけて、その食べ放題やってるんで、1500円だけ握りしめて来い、これはなんか面白そうやぞって言ってさ、本当に1500円握りしめて行ったら、焼肉の食べ放題で、うん、会計しようと思ったら、税込みで1700何本って言われて、税込みかいってなって、まあちっちゃく看板にね、税別ですって書いてねえけどな。ああ、書いてないや。一応書いてたみたい。そうなんだ。ちょっとわからんかったよな。まあそこでね、大阪もやっぱり負けてへんぞという。本日はそういう食べ放題が安い店ってさ、結構お昼ランチの時間ない、うん、ランチだけのイメージがあると思うんですけども、本日はその夜でも全然やってる焼肉の食べ放題、1人1000円行ってみたいと思います。こちらちゃんとした焼肉で、その食べ放題の業界だったら日本で一番安いんじゃないかとも言われております。こちら1000円食べ放題なんですけども、まあいつもやってるような企画がさ、まあその場で体重計ですぐ測って何キロ太るかとかやってるやんか、うん、本日は、まあ、それをちょっと全て試しようということで、そちらのお肉全種類食べていきたいと思います。おお、究極の価格って書いてる。圧倒的コスパに大満足。しかもこだわりの空間って書いてて、個室とかもあるようですからね。個室で1000円で食べることでめちゃくちゃ安いじゃないですか。めちゃくちゃ安い。そう。だからさ、本日そちらの焼肉食べ放題の店行ってみましょう。それでは測っていきたいと思います。おお、ちょうど60キロやから。それでは早速そちらの焼肉屋まで移動していきましょう。座席から、こんにちは。これ見えてる？真っ暗や。お腹空いたよね。そもそもその全種類食べるという目標を掲げてるから、まあそれだけで結構な量になると思うんですよね。まあそっから食べまくって食べまくって1時間で何キロ太るのかという、そんな検証でございます。まあこちらもその最初ね、皆さんがっかりしないように言っときますけど、税抜きで1000円です。税込みだと1100円ちょっとそれは落ちにはしませんよっていうはい、というわけで目的地の近くまでやってきました。違う店か。違う店やけど1580円で安いって感じしてるやんか。確かにそう。うちは1000円やから、ここ行ったとこにあるみたいな。見つけました。マジで1000円って書いてるよ。あ、ちゃんと税別って書いてる。今回これ見逃さんからこちらが焼肉食べ放題の店、肉屋でございます。でもこれ1100円って書いてるけど。確かに。しかも税別って書いてる。1100円で税別？でもこっち見て、食べ放題1000円って書いてる。表記がもうめちゃくちゃや。じゃあ早速中に入って食べていこう。あ、ここにもやっぱ1000円って書いてるよ。やっぱ1人1000円なんやね。ピンポン押してもずっと店員さん来えへん。ダメだよそういうとこタケログ評価下げていくから。そしてなんと YouTube を始めてるみたいです。いや、マジで本当に完全個室。なんか看板にさ1100円、サイトに1100円、実はでも1000円とか、なんかどっちかかなって思ったらやっぱり1000円だったんで。あ、ほんまや。というわけで焼肉食べ放題注文しました。あ、だからソフトドリンク飲み放題にしたらプラス480円みたいな。飲み放題ちょっと高いな。ほんまや。食べ放題のメニューが、頼んだら最初盛り合わせを人数分用意してくれるらしいね。うん、それがこちらです。おお、これで一応全種類、全種類と、あとセルフバイキングでカレーとかライスとかもあるので、それも頼もうかなと思います。ちなみに食べ放題のメニューが牛肉、豚肉、鶏肉、ホルモン、ソーセージ。おー、すげえ。この肉の種類全部こう制覇してるね。で、この間の1500円握りしめて牛なかったもんね。なかったもんね、確かに。うん、え、そう思ったらめちゃくちゃ安くない？それでは早速焼いていきましょう。もう他に行っちゃうよ。行ってください。ちなみにホルモンってなんでホルモンって言うか知ってる？大阪やったら普通やってるけどさ、一応なんか方言らしくて、なんか捨てるっていうのさ、あの関西人はホルって言うんだけど、ああ、何はほっといてみたいな、ああ、言う言う、ゴミほっといてみたいなさ、言うな。で、もともとホルモンっていうのは、うん、あの昔は捨ててたらしい。だから関西人が、いらんもんやってことでホルモン、おお、でホルモンらしい。なるほど。って今考えた。やば。そうそう、これほんま。あ、ほんま。1年2年ぐらいまでマジホルモン食えなかったもんね。まあ、最近ちょっと食え出したぐらい。それこそ10円の焼肉屋行ったあそこ美味しかった。あそこ美味しかった。ほんまにそれこそ自分はもう苦手で苦手で、ほんまにホルモンって言ってたから。するわ。これ絶対ちょっと焼きすぎって思うやろ。これもなんか案外好きなんやな
え、これマジマジ、ほんまに言うてんの？ほんまに言ってる。笑いじゃなくて、うん、昔から言ってない。でもそれって、いや確かになんかよく焼きよく焼きっていうのはよく、ウインナーとかしっかり焼いてもらうとき丸焦げなってる。そう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 、炭みたいになってる。食べれんのと思うよな。昔からおばあちゃんがよく焼いてたから、もうそれをもう見てなんかね、吸い込まれてるみたいな。あー、焼かなあかん、お肉は焼かなあかん、翔ちゃんお肉焼かなあかんでって言われたから。でも美味しそうやね。じゃあいただきます。乾杯しとか。はい。乾杯。はい。こんな感じです。いただきます。うん。どう？どう？え？逆に。まあ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 。値段。ジャックみたいなんですよ。ジャック？何だって？ジャック。あ、ビーフジャッキ？近いよ。そうなの？近い近い。米言葉じゃないよ。マジ？ディスかな？ですよ。バレジャーキーやんと思って。まあでも値段そうって感じやね。今じゃ牛やったんで次豚いただきます。豚美味しい。あ、ほんまに。小学とかじゃないですか。ああ。お金のやつ。でも学生にはたまらんよ。まあね、もう味とかじゃないもんな。そう。安さやもんな。みたいなキャラになってるよ。確かに。エグザイルがなんかレモンチューハイで、たけ焼きがオレンジジュースみたいな。アルコールでもない。結構量多いね。でも一回でも。最初のもやつ多いね。うん。ウインナーまだ焼くの？ウインナー。だってまだこれ入れたばっかでしょ。めっちゃ入れた。それ初期メンバーやでな。じゃあ次鶏肉やら残ったものを焼いていきたいと思います。ちなみにね、明日兄がなんと婚約するみたいな。婚姻届出すから。婚姻届出すから。入籍か。ありがとうございます。おごるか。まあなんかね、別でまたお祝いできたらいいですね。ああ、ありがとうございます。じゃあ今のうちに全種で今回食べるって言ってるやんか、セルフバイキングでライス、カレー、キムチ、サラスパ、生キャベツってあるから、これもちょっと取りに行くわ。はい。ここがセルフサービスの食べ放題コーナーで、だからドリンクとコーヒーとかもあるみたいで。え、唐揚げも食べれるの？え、何この嬉しいサービス。え、唐揚げ食っちゃっていいんすか？こんなキムチとご飯とカレーですね。こんな入れていきましょう。唐揚げカレーとかできるよ。だってこれ上に乗っけたら。行きましょう。これ最高やな。食べ放題のこの一品とお肉とカルピス、そしてカレー、四種の神器なり。それでは行かせていただきます。うまい。あ、美味しい。普通にうまい。だから今までまずいカレー食ったことないんだけど。え、もうそうじゃない。確かにカレーまずとかなくない。これで楽しめるのがさ、さっき取ってきたキムチ。キムチカレーって結構、知らん？キムチカレー。知らん、初めて見た。とかでもいいし、まあ、言うたら牛カルビカレーとかもあるやん。それを言うたら焼きたてのお肉でできるわけよ。豪華なカレーやん。そうやね、すごい豪華なカレー。ビーフジャーキーカレーやん。うわ、うんのうまっ。黒い黒い黒い。これぐらいの絶対おいしい。ちなみにさ、学生にはたまらんって言ったけどさ、小学生の時とかどこ行ったの？学生の時はでも、スシローとかかっぱ寿司が多かったかな。学校終わりにスシローみたいな。え、マジ言ってた言ってた。そうなんや。焼肉食べ放題やったらそれこそ、でん。出た。でんは休みやから。で、ちょっと奮発するときは、それとかはちょいちょい言ってた。あれはちょっとあれやね。奮発したとき。奮発したとき。そうそうそう、本当に。なんかお祝い事とか、友達の誕生日とか、そういうときに言ってた。今ってさ、すぐこういうお店情報回ってくるやん。そういうので、当時知れてたら来たかったよね、こういうお店とか。だから皆さん、この学校行ってる学生のみんな、こういうとこで知ってな、行きたいなって思ったら次行った方がいいよ。やっぱね、量食うのが一番と思うから、学生のとき。そう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 。食えたね、意外と。いやー、つまりね、結構食べたよ。というわけで、本日は日本一安いかもしれないと呼ばれている焼肉食べ放題1000円のお店にやってきました。まあ、焼肉食べ放題とは言ってたものの、唐揚げとかキムチとかとご飯カレーとかも食べ放題とかさ、めちゃくちゃ安いなって思いましたね。いや、マジでどれもこれも美味しかったです。まあ、あとは体重だけ測りますか。あ、そうやね。ちなみに何が一番美味しかった？カレーかな。体重を測る前に恒例企画、激安店の近くの駐車場を果たしていくら
の一応今回1000円でやったやんか。せやな、あんまそんな時間経ってない。何番3番か。果たしていくらなのか、何本ぐらいなの。600円とか何番やからね。どうなの。いや超えんのかい。いやこれ焼肉食べ放題食べれる。いや帰ろか。はい、体重測りますか。はい、それでは測ります。先60キロやったね、ぴったし。はい、60.5 60.5 60.5 やったね。